効果は絶大だと部下の力を引き出す上司が実践していることではないかと。ワンワン上達のコツ。はい、皆さんこんにちは。人事コンサルタントの山際です。今日のテーマはですね、部下の力を引き出す上司が実践していることは何か、これについてお話ししていきます。最近ワンオンワン、上司とこう部下が一対一でですね話をするワンオンワンミーティングっていうのはいろんな会社で取り入れられています。方法としてはですね、いろいろなやり方があるわけなんですけれども、私もそのコンサルタントとしてですね、結局組織の生産性を高めようとしたときに、いかに課長さんたちですね、あるいは部長さんたちが部下の持っている能力を引き出すかっていうことが、生産性にとってはまあものすごく大事なわけですよ。そうすると、それをですね、実際現場で一番重要な役回りを背負っているのが課長さんなわけなんです。なので、私はそういう人たち向けでですね、まあ最前線のビジネスリーダーですよね。こういう人たちに向けて、まあ研修をするケースがあるんです。で、実は3年ぐらい前からですね、あるインフラ系企業、従業員数3000名ぐらいの大きな会社なんですけれども、この会社で101のスキルを高めるための研修というのをずっとやってきました。それで、まあ、いろいろ昨今の情勢によりオンラインになったんですけれども、そのオンラインでですね、講座を進めてきて、こう、いっぺんにできないもんですから、何回かに分けてですね、で、そのためそのためにこう、卒業式をやるんですね。研修の終了式と。で、その時に半年ぐらいかかったプログラムなんですけども、自分の半年間とかですね、ここ数ヶ月間の振り返りをやっていただいて、それでみんなで学び合うっていうようなプログラムをやっています。で、今日はですね、その中から、この人はワンオンワンの達人だなという人をですね、おすすめご紹介したいと思うんです。で、彼らが実際にどういうことをですね、現場で行っているのかと。まあ、どなたも素晴らしい成果を出しているわけなんですけれども、ここで皆さんにちょっとお話ししておきたいのは、彼らは6ヶ月前はこのワンワンをやるっていうことをあまり得意ではなかったというか、まあほとんど実施してなかったわけなんですよ。で、それをこうトレーニングをですね、2ヶ月に一遍ぐらい集まってですね、集合教育って4人ぐらいなんですけども、4人ぐらいの教育をですね、座学を受けてもらって、で実践して、その結果を持ってきてもらって、みんなで話し合って、で改善点を決めて、それでまた実践してっていうのをですね、3回か4回回すわけですね。それをやった成果でどんなことが起きたのかっていうのをこれからお話しするんです。ですから、もし皆さんが今ワンワンって何なんだろうかということに、まあちょっと言ってみれば懐疑的な人ね、いるわけですよ。そんなもんやっても良くならないんじゃないのとかね、意味あるんでしょうかとか、時間がもったいないとか、そんなことやるぐらいだったら仕事しといた方がいいとか、まあそういうのもわかります。で、面白いのはこういうことを言う人は必ずやってない人なんですよ。やった人はこんなこと絶対に言いません。うまくやってですね、成果が出たらワンワンなしだと、もうちょっと物足りないというか、逆に怖くなってしまうっていうのがほとんどです。なんで懐疑的見方をする人、最初はしょうがないと思うんですけどね。今日ちょっとこの動画を最後まで見てもらって、あ、そういうやり方があるのかとかね、そういう効果が得られるのかというようなところをですね、ちょっと見ていただけたらなというふうに思います。これがですね、ワンワンの振り返りメモっていうので、研修が終わった時にですね、それぞれの方に書いてもらって、それをみんなの前で発表していただくっていうのをやってるんですね。今日は4名の方をちょっと非常にいい事例だなと思うのでご紹介したいと思います。まあ、所属名前とですね、あと部下とのワンワン全体を通して感じられた効果を記載してくださいということです。で、まず工夫したこと、この方 T さんですね。ワンワンで工夫したこと、オウム返し、解決策を話さない、間を取る、それから本人の過去の教訓に沿った話と、こういうことが書いてます。オウム返しっていうのはですね、まあ共感のテクニックの一つですよね。いや、実はちょっとしんどいんですとか、仕事がうまく回ってないんですって時に、じゃあお前それこうすればいいよっていうふうになると、これワンオンワンっていうかですね、ただの業務指導になってしまうわけですね。そうじゃなくて、大変なんですとか、そうか大変なんだな、いろいろ仕事多いところで頑張ってるなと。ありがとうみたいな。まあそういうことを言うわけです。これが一つ。オウム返しですね。オウム返しすると、部下は、あ、共感してもらってるな。自分が理解してもらえてるなっていうことで気持ちが開くんですね。まあ仕事に厳しい上司の人、結果を出そうとするがあまり、こうストレートに
ガボッとこう解決策に行ってしまうケースが多いんですけれども、これは、まあこれ今日最後まで見ていただくとわかりますけど、逆効果なんですね。このオウム返しが一つ。それから間を取る。これは何を言っているかというとですね、自分が、まあ上司がですね、上司から話して、部下が話し出すための時間っていうのは、部下のタイプによってですね、結構時間のばらつきがあるわけなんです。すぐ返してくれる人もいますけれども、じーっと考え込む人もいるわけです。で、この時に、私が指導しているのは、待てと言うんです。部下が話をするまで待ってくださいと。時間がかかる人の頭の中どうなってるかっていうとですね、そうかっつって次これを言っていいんだろうか、これを言ったらどうなんだろうか、それともどういう理由で自分はそういう風になっちゃったんだろうかって考えてる人がほとんどなんですね。なので間を取ってすぐにこうやつぎ早に答えを言ったり質問したりしないで、一回問いかけたらそこで間を取ってくださいっていうのを言いました。この方 T さんはまさにそれを実践されたってことですね。それから3番目が本人の過去の教訓に沿った話。これを取り入れるようにしたということなんです。まあ部下もね、若いのかもしれませんけれども、その上司ほどじゃないけど、やっぱり過去にいろんな仕事上での経験をしていると思うんです。で、過去の成功体験とかをですね、振るようにして、そういう会話の中から自分でその現在の問題に対する解決策を見出してもらう。こういうようなですね、引き出し方をこの方はしてるんですね。なかなかうまいんじゃないかと思います。それで自身の変化、これは6ヶ月前と、まあ、今と比べてっていうことなんですけれども、まず一番相手の個性に応じて対応を変えるようになった。特に本人の気づきから次の行動を促すことが多くなったですね。この会社の方々はですね、エゴグラムっていう、まあ、自己理解、他者理解ツールで、それぞれマネジメントのスキルを向上しようという取り組みをされています。エゴグラムについてはですね、ちょっとどっか、こっちかな。リンクを YouTube で貼っときますので、興味ある方はこちらもちょっと見てください。それから、相手の大切にしている価値観に注意を払うようにした。これがね、素晴らしいですよね。どういうことかっていうと、やっぱ部下って言ってもですね、いろんなタイプの人がいるわけです。なので、その人が大事に思っていること、仲間を思うことが大事だと思っているのか、事実に基づくのが大事だと思っているのか、あるいはですね、人と違うやり方を好むのか、みたいな、いろんな価値観があるわけですよ。エゴグラムやるとその辺が大体わかるので、それに沿ってですね、注意払うようにして、考え方、行動を変えてきたというのが、この T さんの話。それから、それをやると、自分が変わる、上司が変わるって、初めて部下が変わります。これは部下の変化ですね。人間ってやっぱり誰かに、こう、お前こう変われって言われてもですね、難しいですね。抵抗してしまいます。なので、講座で言っているのは、まず皆さん自身が変わってくださいと。まずマネージャーが変わってくださいと。で、マネージャー変わったら必ず部下変わりますから、時間がかかるけど、これを信じてやってくださいっていう話をしています。で、それをやった結果、部下の変化どうなったかということなんですけど、要するに、オウム返し、解決策を話さない、間を取るって言ってるんで、まず自分で考えて行動する様子がだんだん出てきたっていうのが一つ。それから、メンバーにはですね、他部門との連携、コミュニケーションを苦手とする人もいます。職場の人たちと様々な関わりを得る機会を通じた育成、特に感情のケアが難しく感じているということですね。これは何を言っているかというとですね、やっぱり部下の個性に寄り添っていろいろ見ていくと、他部門とこう一緒に仕事をするときに、そういうコミュニケーションをね、苦手にする人も時々いると。要するに、マネージャー側が全部一辺倒のやり方だったら、部下の育成にはちょっと不十分だっていうことなんですね。で、この方の素晴らしいのは、感情のケアって書いてあるんですけど、この職場でですね、マネージャーから感情の問題についてこういう指摘とかこういう気づきが出るっていうのはね、なかなかないわけなんですよ。どうしても仕事って理性的に進めなければいけないというふうに思いがちなんですけど、働いてるのは人間じゃないですか。そうすると、どうやってその部下の感情に寄り添うのかっていうところが大事ですよっていう話もするわけですね。この T さんはですね、そこを次の課題として設定して取り組まなきゃいけないだろうなっていうふうに考えてらっしゃるということだと思います。最後、自分が変わって部下が変わると次変わるのは職場です。職場内の変化。まあ課長が全部答えを言わなくなるわけですから、どうしようかっちゃうんですね、なわけですね。そうするとメンバー同士で相談や議論する姿が多く見られるようになった。コミュニケーションの機会が増え、まあ全般的に明るくなったみたいなね。こういう変化が起きたということです。次、〇〇部総括グループの H さんの事例でございます。まず工夫したことは何か。部下が話した内容はとにかく最後まで聞く。ね、途中で遮らない。
これね、どうしても遮りたくなるんですけど、最後まで聞いてくださいというのを何度も何度も言うとですね、ちょっと実践するとなるほど手応えを感じるわけなんですね。で、多分最終的にはこの最後まで聞けるようになったっていうことだと思います。それから答えを言う前に部下が答えるのを導くように受け答えをする。これはかなり高等技術なんです。課長の中、マネージャーの中では答えはあるんですけども、それをこうしろって言った瞬間にどういう部下が出来上がるか。マネージャーの言うことをそのまんま実行するっていうような、そういう人が出来上がっちゃうんですよね。そうじゃなくて、マネージャーなんだから答えしてるのは当たり前なんですよ。まあ知らないケースもありますけど、まあ当たり前なんですけども、それをどうやって彼らから引き出していくか。っていうことが大事になるわけです。これを導くような受け答え、これは実際の講座の中でやるんですけど、とにかく H さんはですね、工夫をしたということなんです。それで実はこの方ですね、ものすごくその領域に深く携わっていた前任者がですね、異動になってそこの後任に入ったんですよね。で、これ私も経験あるんですけど、とてもしんどいんです。これ前の課長なら全部決めてくれた、前の課長なら全部知っていたっていう状態で、何も知らないところでポンって入るって、課長ですと決めてくださいと言われると結構しんどいことになるんですね。で、実はその講座の中でこの Q&A の時間もとって、この H さんはこういうところが悩みなんですというふうにおっしゃったんですけど、私からのアドバイスは何だったかっていうと、それ逆にラッキーじゃないですかと。今までそういう上司の下でやってると、大体部下は言われた通りのことをやるしかない。まあ課長がすごすぎるから。で、大体前任のそういう経歴が長くてですね、何でも知ってる人っていうのは、いいから俺の言う通りにやれば間違いないからっていうのでやるわけですよ。で、部下は、まあ反面ね、楽なんですよね、その方が。楽だけど自分の創造性は発揮できないという状態になるんです。で、この方の悩み、前任と比較されて信用信頼がなくなると思っていたんだけれども、反対に自分が部下を信用信頼、意見、思いを最後まで聞くようにしたと。で、自分が理解できる範囲で受け答えをしたっていう風なやり方を取ったっていうことなんですね。で、受け答えできない場合は、まあちょっとまた後でっていう話になるわけなんですけども、これをやることでですね、前任者並みのその経験知識がなくても、その仕事が遅れるってことはなかったですということなわけですね。まあこれ、この動画見てる方で、異動になってですね、全然自分のその経験のないポジションで、しかも課長とか部長とかやらなきゃいけなくなった時には、このやり方すごい参考になると思います。とにかく部下の意見を尊重する。部下は今までどっちかというと抑えられてきてた可能性もありますからね。まあ彼らにとってもチャンスですし、皆さんにとっても自分の視野を広げるとか経験を広げる上ですごいチャンスになるんじゃないかと思います。それから部下の変化なんですけど、些細なことでも相談に来てくれるようになったってことなんですよね。今までは課長に多分ですね、些細なことを相談すると、お前そんなこともわからないのかみたいなね、ことを言われてたのかもしれませんけれども、オープンな姿勢で聞いてくれるので、相談件数が増えたと。それから前任者から比べ自分で理解納得し、その上で上司に説明する必要があるので、上司に関わらず丁寧に説明してくれていると感じると。要はある意味これはしょうがないわけですよ。この移動して新しいポジションに行ったのって、この H さんのせいじゃなくてですね、会社が決めた人事異動なんです。ですけれども、部下たちもその新しい上司が来たら、なんとかこの人を盛り立てたいって思うわけなんですよね。なんか前の比べてできねえやつだななんて思う人はね、ほとんど基本的にいません。部下の話を聞いて一番いい解決策を選んでもらうために、どうやって説明しようかっていうことを部下は考えるはずなんですね。それを導くのはやっぱりこの H さんの部下を信頼する行動が、この部下の行動、部下の変化をまあ導いてきたということが言えると思います。で、その結果職場内の変化どうなったかと。まあ自分としてはあまり雰囲気変わったとは感じていないんだけれども、ワンワンを実施する中でですね、前任者より何でもいつでも相談しやすい雰囲気があるんで、それは嬉しいというふうな意見をもらったっていうことなんですね。まあ、ここで質問なんですけど、この何でも知ってる上司と、その領域に関して経験がないけど、聞く力を持ってる上司、これどっちがいいかっていうとですね、部下にとってみると、まあ、微妙ですよね。間違いはないかもしれないけど、すごい経験の高い上司はね、自分が仕事してもその上司の手柄になっちゃうかもしれないし、反対にその課長がその領域あまり詳しくなかったら自分で頑張んなきゃいけない、で自分でやって課長に感謝されるなんていうとですね、どっちがいいのかなって、ほら微妙なところですよね。なので経験違いなところ、経験のないところに配属された方には、この振り返りメモはすごくプラスになるんじゃないかなというふうに思います。
それから F さんですね。前の2人の方は実施人数は10名ぐらいということだったんですけど、この方はかなり積極的にワンワンをやられています。ワンワンの実施回数っていうのはですね、その人だけ、そのマネージャーやればやるほど自分の財産になるので、まあ1回1時間とかね、45分とかをやってくださいってものの本には書いてありますけれども、そんなに長くなくてもですね、どちらかっていうとコミュニケーションは頻度の方が大事だと思います。時間は短くても回数を増やす、1回15分とかでもいいので、なるべく1人と毎日15分ぐらい話す時間が取れれば、すごく変わってくるんじゃないかなと思います。で、工夫したこと、まずいきなり自分の考えを言わない、それから相手の行動や考えをよく聞いて肯定的な言葉で返答するように努めた。この肯定的な言葉っていうことですね、お前それは違うぞっていきなり言われるとね、相談した方もちょっと悲しいじゃないですか、そういうことはしないと、肯定的な言葉で返答するってことですね。自身の変化、自分の考えと異なる時でも部下の選択を尊重し、どのような考えに基づき行動したかを問いかけるようになった。これも上司としてはね、自分の考えと部下の考え違う時、いいから俺の言う通りにしろというのか、部下の言うことを飲むのかっていうのなんですけども、この人はその2つではない選択肢を取ったんですね。どういう考えでそれをやろうとしているのかを問いかけるということです。これは部下にとってもですね、責任が生じますよね。説明責任ですよね。こういう考えでこうしたらいいと思いますって言った時に、上司もそれがなるほど一理あるなと思えば承認すればいいわけですし、そこでまあディスカッションの機会が増えると。で、もう一つ、方向相談内容によっては部下が問題点に気づいていても解決方策を見出せない場合があり、解決の方向性を示すこともしばしばあったと。これは最後、まあ悩んだけれども分かりませんという時は、まあ自分でじゃあこうしようかみたいなね、ことを言って最終的に決めた。まあこれが通常の割合かもしれないですね。4割、6割。まあでも4割がですね、部下の方から提案が出てくるんであれば、すごくいい変化なんじゃないかなというふうに思います。で、こうすることによって部下はどう変わったか。範囲は限定的ではあるものの、仕事の結果を評価し、その仕事の改善点を提案してくれるようになった。それから副次的な効果として与えられた仕事に対する自らの考えを積極的に述べてくれるようになった。この研修で目指しているのは自立自走型の部下を作りましょうってことなんです。自立、自分で律する、自分で走るですね。こういう部下を作るにはどうしたらいいか、課長が解決策を言っちゃダメですよっていう話なわけです。部下に自分で考えて、まあ失敗するかもしれないけど、それも糧にしてですね、成長してくれる。で、最終的にはここに書いてあるように、自らの考えを述べて、それで動くような部下ができたら、これは課長としては楽ですよね。こういう変化があったと。それから職場内の変化。まあ部下が増えてくるとですね、職場も変わります。こういう部下が増えてくると職場変わります。互いに自らの考えを述べるようになったことで、仕事に対する議論が活性化、活発化した。部分的には目先の仕事の進めだけではなく、本来あるべき仕事まで議論できたということで、これはかなりポジティブな変化が出てきたんじゃないでしょうか。自分の考えをこう表明できるってことは、心理的安全性っていう観点からもとても大事です。以前の動画、これも出しておきますけど、心理的安全性を阻害している要因は何かっていうことなんですけどね。自分の意見がその組織の中で尊重されているって感じられること、これがとても大事なんです。なんで、この職場は心理的安全性がかなり高まっているというふうに判断できます。なぜならば、自分の意見をみんなとオープンに議論できるような、そういう関係になった。これの行動の全ての変化は、課長さんの行動の変化がきっかけにあったということなわけですね。で、今日最後の例ですけど、53名101やられた王さん。ワンワンで工夫したこと、対面ではなく L 字に座って実施。これ部下とワンワンするときに、まあ、こういうやり方があるんですけど、これ業績面談になっちゃうんですよ。こうじゃなくて L 字に座ろうということですね。横から見てあげる。で、もう一つですね、座り方でね、試してみてほしいのなんですけど、横に座るっていうのがあるんですね。これ何がいいかというと、同じ方向を向いてる、同じ改善方向に向かっているっていう、こういう心理的効果があるんで、まあちょっとあまり近いとあれかもしれないですけど、少し L 字型、まあ V 型のちょっと角度がすごい広いやつでもいいかもしれないですけど、まあ基本は L 字型がいいんじゃないかと思います。それで、よくあるのがですね、ワンオンワンで何話せばいいかネタに困るっていうのがあるんですけど、この方はですね、今年、まあこの振り返りが多分年末にやったんだと思うんですよね。
今年1年で一番うまくできたことは何だみたいな、こういう問いかけ、これいいじゃないですか。あるいはできなかったことは何か、まあなんか困ってることないっていう問いかけはあるんですけれども、今年1年で一番うまくできたのは何かってね、もしあなたも上司から聞かれたら、うーって悩みながらも、まあ悪い気はしないで、自分で自信のあったことを喋ると思うんですよね。これも部下の心が開く瞬間です。こういうテクニックはこの方さすがですよね。それからすぐに答えが出てこない時もきちんと待つことで考える時間を与えた。この待つっていうのが大事なんですね。これ今日2回出てきました。待つ、答えが出てこなくても反応がなくても待つ、これが大事です。これが工夫した点で、自身の変化、マネージャーの変化、人によって考え方、感じ方が本当に違うということを改めて認識させられましたと。自分が思い描いていたイメージと全く違う答えが返ってくるものもおり、やはり普段の仕事ぶりを見るだけでなく話をしてみなければその人の本質はわからないと感じた。要するに仕事の話よりも部下そのものに向き合うっていう姿勢に変わってきたということなわけですね。さすがですよね。まあ、53人もやってるとですね、かなり迫力がありますよね、この文面から見てても。それから部下の変化、与えられた仕事を無難にこなすだけだった部下が自発的にリーダーシップを発揮して他チームと連携して課題解決する姿勢が見られた。これはね、上司としてはとても嬉しいと思うんですよね。部下をこういうふうにしましょうみたいな研修もあるんですけれども、きっかけになったのはやっぱりこの上司が部下の考え方を尊重して自立自走方向に持っていく、これがあの全てのきっかけになって実際に成果が現れたんですね。それから自分が目指す姿を意識して業務に取り組むようになった、ね、いいですよね。これもこういう部下だらけだったらね、楽ですよね、上司はね。で、職場内の変化、これがね面白いなと思ったんですけど、空いた時間を利用して自発的に学習するものが増えた。これはね、ワンワンの効果としては多分すごい珍しいというか、ちょっとかなりレベルの高い変化ですよね。みんなその自分の目標を持って、あるいは自分の習得したい技術、これをもっと深めなきゃいけないということで、空いた時間を利用して、まあ、勉強する人が増えたと感じる、うん、これも全てはこの王さんの最初の行動がきっかけになってですね、変化が訪れたということなんじゃないかと思います。はい、ということでですね、今日は部下の力を引き出す上司が、まあ、実践していることではないかということでお話をしました。ワンワン上達のコツですね。今日4つの方の事例をお見せしましたけれども、いかがでしたでしょうか。即その場で実践できることもあると思います。それからこの講座、私の会社で企画して、私が直接講師でやっていますので、もしですねやり方とか興味があってですね、こういう部下の力を引き出すマネージャーを育てたいというような企業の方いらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。まあ、成果が出ているのは今日ご紹介したところでかなり明確になっておりますし、私ももう3年やってきててかなりノウハウ溜まってきているので、お手伝いできるんじゃないかなと思います。それから個人のねマネージャーの方、あるいは部下がいる主任クラス、係長クラスの方もですね、今日ここで話した内容、ちょっと頭の片隅に置いといてもらって、効果は絶大だと、いろんなところに波及してましたよね、いい効果がね。それをちょっと感じ取っていただけたらいいかなと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。